うん。はい、皆さん、こんにちは、ポンコーン TV です。今日は簡単でサクサク美味しいクリスピーチキンパウダーを紹介しようと思っています。前回紹介したクリスピーチキンパウダーちょっと量が多くて皆さん困りましたよね。今回のチキンパウダーは2人前で手軽すぐ作れるので皆さんに紹介します。今回は量が少ないので香辛料を結構省きましたが、前回のクリスピーチキンを参考して皆さんの好みを香辛料に追加して作ってくださいね。それで今回はシンプルのクリスピーチキンパウダー、それでは作りに行きましょう。材料を紹介します。チュレキコ 100g、 コーンスターチ 50g。 コーンスターチ入れるとカリカリサクサクになりますよ。塩小さじ1、ベーキングパウダー小さじ1、ガーリックパウダー小さじ1。業務スパで売ってるのでぜひ入れてね。胡椒少々、好みでカレーパウダーやターメリックパウダー、オレガノパウダー、牛肉だしだ、ナッツメグ、味の素、好みで入れてくださいね。卵1個、水 50ml、 卵と水以外のすべてのパウダーを混ぜてください。しっかり混ぜてくださいね。今回の鶏肉は業務スーパーで売ってるチキンレグを使いました。皆さんが好きな部位を使ってくださいね。先ほど作ったチキンパウダーを大さじ5と卵1個、水 50ml 入れてバッターを作ります。よく混ぜ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 よ。油を中弱火で温めます。バッター液に鶏肉をつけてパウダーをつけます。ポイントはパウダーを上にかける感じでやることが重要です。そうすると綺麗な波を作れるんですよ。こうやって振動を与えると綺麗な波が作れるので皆さんやってみてね。
はい、クリスピーチキンができました。今日は簡単バージョンでシンプルのチキンです。それで早速食べてみます。どれを食べようかな、どれを食べようかな。これがいい感じだね。うん、うまっ、めちゃくちゃうまい。うん、うん、コンコティブのチキンも皆さん作ってみてね。うん、うまっ。スーパーでこのヤンニョムチキンソースを出たのでちょっと買ってみました。コンコティブのヤンニョムチキンソースとどっちが美味しいかちょっと食べてみますね。材料を見ると、砂糖と水飴、コンコティブはオリゴ糖使ってるのでこっちよりヘルシーかも。シアンのスーパーで売ってるヤンニョムチキンソースで、結構トロッとしてるね。かなり甘そうだ。どうかな。うん、結構甘いです。香辛料の味が強いですね。韓国のチェーン店のヤンニョムチキンとは若干違うんですね。僕は個人的にコンコンティビリアンチキンソースおすすめです。皆さんぜひ作ってみてくださいね。はい、皆さんいかがでしたか。簡単バージョンのクリスピーチキンパウダー、はい、簡単で美味しいです。日本の唐揚げに比べて若干味が薄いかもしれないので、皆さんの好みで塩やコンコンティビで紹介した業務用のチキンパウダーを参考して好きな個人を足して作ってもおすすめです。皆さんの好みで好きな香辛料を入れるとまた味が少しずつ変わるので、それもすごく楽しみますよ。あとコンコンティビのヤンニョムチキンソースと一緒に食べるともっと美味しいです。それでは動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでまた次のレシピも楽しみにしてくださいね。飛ばないよ、コンコン。